皆さんこんにちは。綾部市保健推進課の管理栄養士の四方です。今日は生後5、6ヶ月頃の離乳食の進め方やおかゆの作り方を見ていきましょう。赤ちゃんは生まれてからお母さんの母乳や育児用ミルクですくすくと大きくなっていかれます。ですが成長につれて母乳やミルクだけでは栄養が足りなくなってきます。そこで大人と同じように食べ物から栄養を取ることができるよう食べる力を身につけていくのが離乳食です。離乳食を通して食べ物を噛む力や飲み込む力、そして食への好奇心や食べることの意欲を身につけていきます。離乳食を始めるのは約生後5、6ヶ月頃です。赤ちゃんの首の座りがしっかりしてきたり、支えてあげると座ることができる、また大人が食べている様子に興味を持ったり、自分も食べたがって手を出したりから、スプーンを口に入れても舌で押し出す力が弱くなったりすると、赤ちゃんも離乳食を始めて OK のサインです。それではいよいよ離乳食のスタートです。はじめは消化吸収が良く、アレルギーの心配が少ないおかゆから始めます。お米に対して10倍量の水で炊いた10倍がゆをさらにすりつぶして与えます。おいしい10倍がゆの作り方を説明します。今日は大人用に炊いたご飯から作る方法を説明します。ご飯の硬さにもよりますが、今日はご飯の量に対して5倍の量の水で炊いて作っていきたいと思います。鍋にご飯と水を入れ、加熱前に菜箸で軽くほぐしておきます。最初は強火で煮て、沸騰したら蓋をずらして弱火でしばらく煮ます。炊けたら火を止めて蓋をして10分ほど蒸らしておくと、ふっくらとした美味しいおかゆに仕上がります。おかゆをすり鉢に移し、滑らかになるまですりつぶします。適宜湯冷ましを加えて滑らかさを調整します。このようにヨーグルトやポタージュのようなトロトロ、すくうとポタポタするような仕上がりです。はじめは食べる量も少ないです。多めに作って小分けにして冷凍しておくととても便利です。授乳タイムのうち1日1回1さじから始めていきます。例えば1日目2日目は潰したおかゆを1さじ、慣れてきたら3日4日目には2さじ、5日6日7日は3さじというふうに、赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ量を増やしていきます。おかゆに慣れてきたらトロトロにすりつぶした野菜も1さじから、トロトロに潰した豆腐や白身魚などのタンパク質も1さじから始めていきます。食材を増やすとき、新しい食材は1日1種類までにしましょう。離乳食を始めて1ヶ月でおかゆ、お野菜、豆腐や白身魚などのタンパク質の3種類が摂れるようになってきたら、1日2回食に進めていきましょう。しかし離乳食は赤ちゃんにとっても初めての経験です。焦らずにお子さんのペースで進めていきましょう。卵については、赤ちゃんの体を作る上で大切なタンパク質です。おかゆ、お野菜、白身魚などのタンパク質が食べれるようになってきたら、機嫌の良い昼間によく加熱した卵黄をほんの少しから始めていきましょう。
過去に綾部市の離乳食講座で実際に調理実習をしたメニューを紹介します。つぶしがゆ、人参のとろとろ、しらすのすり流しです。しらすを使うときは塩抜きをしてから使用しましょう。スプーンの3分の1ほどに食べ物をすくい、食べ物が見えるよう赤ちゃんの正面からスプーンを差し出します。赤ちゃんの下唇にスプーンを乗せ、口が閉じたらスプーンを引きます。離乳食の初めは母乳や育児用ミルク以外の食べ物に慣れることが大切です。まだまだ栄養のメインは母乳やミルクなので、離乳食タイムが終わったら母乳やミルクでお腹いっぱいにしてあげましょう。それぞれに個性があるように、離乳食の進み方にも個人差があります。時には思うように進まなくて困ることもあるかもしれません。何か困ったことがありましたら、綾部市保健推進課までお気軽にご相談ください。また保健福祉センターでは小さいお子さん向けの教室や授業なども開催しています。お気軽にお問い合わせください。